首が凝ってグリグリ回したり、肩がだるくなってグイーンって回してない？あれ、あんまり凝り解消ならないんです。今回はマッサージや整体に行くよりも体がスッキリして呼吸が深くなり、猫背が解消されてリラックス効果が上がるために、暴飲暴食が減ったり、運動のモチベーションがどんどん上がっていきます。猫背、首凝り、背中凝りの原因は僧帽筋が硬くなって肩甲骨が後ろに下がらない、前鋸筋が硬くなってしまって肩甲骨が元の位置に帰らない。肩を下げながら背中をしっかり後ろに動かすことで改善されてきます。まずは楽に座った状態で肩をうーっと持ち上げたら力を抜いて落としましょう。ぐーっと肩を持ち上げたら力をはぁ抜きましょう。僧帽筋硬い人は肩を落としたら背中がちょっとね痛だるいかもしれない。これも慣れてきますから力がね上がらないように抜くことを意識しましょう。肩の上げ下げだけでもね肩甲骨動いてきますからね。オッケー。今度は手を後ろにパーしながら背中を起こしましょう。斜め後ろに。もし難しかったらね膝立ちになってやってもいいよ。今度は肘を曲げた状態で脇を開きましょう。脇をね開いて肘を上げるだけでも肩甲骨が埋もれている原因の筋肉がねちゃんと動かされてます。だからだるいですよね。筋肉が硬いとだるくなりますからね、弱いわけじゃないんです。動かしてない筋肉ほど早く疲れるのは硬いからですね。筋肉が伸びないからです。 OK。 今度は手を組んだらぐーっと前に伸ばして一旦休む。繰り返しましょう。後ろに動かすことの方が大事なんだけど、ちゃんと背中周りをね筋膜剥がすためには前にも後ろにも動かすことがね大事です。結構だるいけどね慣れてきますからね。 OK。 今度はね腕を上に交互に上げていきましょう。腕を上げることでね僧帽筋やね首の横の筋肉、肩甲骨がね動かない埋もれてしまう原因の筋肉がね肩を上げることでね改善されてきますから、猫背の姿勢が治れば背中のこり首のこり治ってすっきりします。呼吸も深くなるんでねリラックスできてきますから。 OK。 今度は手のひらを上向けて脇を締めてゆっくりね手を開いてみましょう。脇が広がらないようにねリラックスして広がるところまででいいです。これでね大胸筋が伸ばされて肩甲骨がねうまく動いてきますから、無理に真横までね引っ張らなくていいです。初めのうちは斜め45度くらいでもいいです。OK。 今度は片手上げたらね横に倒しましょう。交互にいきます。手のひら出るぐらいのね体のまっすぐのラインを作ってください。あんまり前に倒れないように。
ササイズはきつければいいっていうもんでもなくね、激しく動けばスタイルが良くなるもんでもありませんから、体のメンテナンスをね日々大事にしていきましょう。今度は楽にね、手を振ってください。手を遠くに伸ばすイメージです。一日ね、じっとしてるだけでも、筋肉ものすごい硬くなりますから、例えばこういう筋肉じゃ分かりにくいけど、前屈とかね、開脚ってね、一日しなかったら硬くなりますよね。それぐらいね、こういう筋肉も硬くなってますから、日々動かすことがね大事です。OK。で、今度あばらに手をね置いて、脇を締めながら後ろに背中を動かします。さするイメージです。結構ね、肩、僧帽筋だるくなってきますから、硬い人ほど早くだるくなるんで、無理せずね、止めたりマイペースで休んだりしてくださいね。慣れてくるとね、ぶっ続けていけますから。よし、オッケー。で、今度は肩をね後ろに回しましょう。あんまり反対の肩もね、後ろに行かないように、まっすぐにしたままで大きく肘で丸かくイメージです。力が入ると筋肉ね動くかかるんで、力を抜いてくださいね。もうタコになった気分で。オッケー。日々やりながらコメントで体の調子教えてください。もう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画、どっちか一本頑張ってみて。登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。